今回は日産 GTR 2013年モデルを紹介したいと思います。 GTR は2007年10月にデビューしました。つまりもう5年以上が経ってるわけですが、その間にもね、何度も何度も改良の手が、入れられてきました。例えばエンジンは、デビュー当時には最高出力480馬力というスペックだったんですが、今ではね550馬力を発生するに至っています。その上燃費も上がっている。さらにねシャシーももうこれまで何度手が入ったでしょう。ちょっともうね数えきれないぐらい、覚えられないぐらい、改良が加えられて今に至っています。まあ年に2回ニュルブルクリンクサーキットでね徹底的に鍛え上げるですとか、まあそういうことはねもう、GTR にとっては伝説のようなねことになっていますよね。まあそうして鍛えられてきて今のところの究極がこの2013年モデルというふうにね言うことができるんじゃないかなと思います。ではこの現時点での究極の GTR、進化のポイントを順番に見ていきたいと思います。エンジンです。V6 3.8 リッターのツインターボ、そこは変わってませんね。最高出力は550馬力、最大トルクは 64.5 キロです。JC08 モードの燃費 8.7 キロ、リッターあたり 8.7 キロですね。これは、2012年のモデルから、以前よりも向上しています。このねスペック自体はこの2013年モデル変わってないんですが、実はねエンジン内部には、やはり手が入っていまして、まあ中速域でのレスポンスですとか高回転域の伸びの向上、あとはね耐久性ですね、あの信頼性耐久性の向上も図られています。はい、インテリアです。まあ、基本的な形状衣装は今までと変わっていませんね。まあ今回のモデルではステッチがね、まあ、ちょっとキメが変わったりして、まあ、より上質な雰囲気を醸し出すようになっていると。あとこの車プレミアムエディションです。プレミアムエディションはシートがこの、ね、セミアニリンの本革を使った、まあねかなり上等な仕立てのシートがついています。ただ基本的な、レイアウトですとかそういうものはね今までと、変わっていません。2011年モデルでね結構大きく変わって、着座位置なんかもかなり見直されてね、運転環境としては良くなったんで、まあそこでまあ GTR としては完成ということなんでしょうね。外観内装についてはねそれほど大きな変化はないんですが、まあ GTR はやっぱり走ってなんぼの車です。そのね進化ぶりをこれから確かめてみたいと思います。GTR で、高速道路へ入ってきました。2007年のね、まあ、最初に出たモデル以降、まあ、全てのね、進化型にね乗ってきてるわけですけれども、まあ自分自身実はね、まあ、2007年の最初のモデル、自分で買って乗ったりもしてたんですけども、まあ、それに比べるとね、まあ、それを知ってる人であれば明らかに分かる進化みたいなものもすごくあると思いますね。例えばステアリングフィールなんかは本当にこう上質というか、そういうものになりました。乗り心地もね、まあ、今ダンパー、ノーマルのモードで走ってるんですけども、これをね、まあ、R モードという、まあ、サーキットでも行けますよというモードに変えても、まあ、なんとか走れちゃう。もう初期型なんかはねもうここはもう、普通のモードでも厳しい。もう R モードなんかもってのほかだったって考えると、単純にね、コンフォートになったという意味ではなくて、まあ、このなんていうんですかね、走りとか快適性とか、ボディのコントロール、まあ、そういうもろもろの、ね、こう精度が上がったというんですかね、そして、ね、まあ、2013年モデルということでは、まあさらに、ね、まあ具体的に言えばボディ剛性が上がっているのとか、まあ、サスペンションも見直されているとか、あとエンジンですね、もしかしたらこのエンジンが一番、分かりやすいかもしれません。思いっきり引っ張った時、まあレッドゾーン付近までね、まあ、なかなかそういう機会はないんですけども、まあ、ちょっと引っ張ってみた時なんかはこう吹け上がりの伸び感、なんとなくね、まあ、今までの GTR も上までしっかり回るんですけど、新しい車はねこの、2013年モデルはねそこでね、まあ、気持ちいい伸び、まあ、回す、意味速さだけじゃなくて気持ちよさの意味でもね、回す意味みたいなものを感じさせてくれるようになったとは思います。確実にやっぱりまあ進化はしてるのかなと、まあ、そういうところですかね。後編では、この車のね、まあ、美味しいところがもっとよく見えるんじゃないかと思います。ワインディングロードへね行ってみたいと思います。